どうも、皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、ヒルトンホテルにね、新規会員登録していただくと、最大ね、4500ポイントがね、もらえるキャンペーンが、2022年の4月1日よりですね、開始になりましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンオーナーズの会員登録、またね、条件を達成していただくと、4500ポイントがね、もらえるキャンペーンがね、開始になっているということで、ヒルトンホテル自体はですね、今ね、ヒルトンアメックスっていうね、クレジットカードが提携カードであるわけなんですけども、そちらのね、新規入会キャンペーンも、こちらの動画でね、解説しておりますけども、かなりね、強化されておりまして、またね、SPG アメックスっていうね、クレジットカードがあって、それがね、マリオットボンボイプレミアムカードにね、切り替わったということで、今までね、年会費の更新するだけで無料宿泊特典がね、もらえてたこの SPG アメックスがですね、年間150万円の決済しないともらえなくなったんですよね、この無料宿泊特典が。まあこれに伴ってですね、ヒルトンアメックスにね、かなり今注目が集まっているところでですね、今回ね、ヒルトンホテルのね、新規会員登録と条件達成するだけですね、プラス4500ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、これからね、ヒルトンアメックスね、発行検討されている方、今後ね、ヒルトンホテルね、利用したいなっていう方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、キャンペーンの詳細なんですけども、期間はですね、2022年の12月31日までにね、新規会員登録された方っていう風になっておりまして、こちらのキャンペーンはですね、エントリー不要っていった形になります。概要欄にね、公式サイト載せておきますけども、こちらね、普通に会員登録していただくだけで、こちらね、自動エントリーみたいな形で適用になるっていった形になります。で、特典なんですけども、半年以内にですね、1滞在していただくと1500ポイント、2滞在していただくと3000ポイントがね、もらえるっていう風になりまして、合計ね、4500ポイントをね、獲得することができます。で、こちらのキャンペーンなんですけども、予約自体はですね、公式サイトのみね、有効っていう風になっておりまして、またね、優勝の滞在のみね、カウントが入るっていう風になりますんで、ヒルトンホテルポイントでね、宿泊した場合はですね、こちら対象外っていう風になります。またね、特典付与なんですけども、滞在完了後、6週間から8週間後にね、このポイントが付与されるっていった形になります。まあ、こちらのキャンペーンね、注意しといていただきたいのは、公式サイトからのね、予約のみが対象になるっていうのと、またね、優勝滞在しかね、こちら、カウントに入らないっていう風になりますんで、ポイントで宿泊した場合であったりですね、またね、今ね、先ほど言ったヒルトンアメックスのね、キャンペーンで、今、決済を積んでいただくとですね、無料宿泊特典っていうのが、対象のホテルね、利用することができるのがね、もらえるわけなんですけども、こういったのはですね、カウントに入らないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、特典がね、滞在完了後、6週間から8週間後にね、付与されるっていう風になりますんで、まあ、こちらね、最大2ヶ月ぐらいね、かかることがあるっていった形になりますんで、この点もね、覚えておいてください。で、今回ですね、新規会員登録していただいて、またね、2滞在していただくと、合計ね、4500ポイントをね、獲得することができるっていう風になるわけなんですけども、今回のね、このキャンペーンはですね、1滞在で1500ポイント、で、2滞在で3000ポイントっていう風になりますんで、この1滞在っていうのはですね、A ホテルに何連泊しても1滞在っていうカウントに入ります。で、A ホテルに1泊泊まって、B ホテルに翌日泊まれば、こちらね、2滞在っていう風になるんですよね。ですので、ホテルをね、分けないと、このね、1滞在っていうカウントはね、されていきませんので、一つのホテルね、何連泊しても、こちら1滞在っていうカウントに入りますので、この点はね、本当に注意しといていただきたいなと思います。またね、ヒルトンホテルにはですね、今ね、2022年の5月1日までですね、1滞在していただくと2500ポイントがね、もらえるキャンペーンがね、行われているわけなんですよね。で、このキャンペーンは優勝であっても、ポイントでね、宿泊していただいてもですね、こちら、この1滞在に対してですね、2500ポイントはね、もらえるわけなんですけども、こちらのキャンペーンとこの新規入会キャンペーンね、併用してもらうことができるっていう風になりますんで、まあこのね、2500ポイントもらえるキャンペーンは5月1日までということで、もう今月いっぱいぐらいまでしかね、利用することができないんですけども、この新規会員登録のね、キャンペーンと併用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひね、覚えておいていただいて、こちらのキャンペーンはね、エントリーが必要っていう風になりますんで、この点はね、注意していただいて、利用ね、していただければなと思います。
ということで今回ですね、ヒルトンホテルの会員登録していただいて、条件ね、達成していただければですね、最大4500ポイントがね、もらえるキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、最近ね、ヒルトンホテルね、非常に勢いがあっていいですね。ヒルトンアメックスのね、新規入会キャンペーンも強化されて、またね、このヒルトンホテルね、会員登録と、まあ、滞在ね、していただければですね、ボーナスポイントがもらえる。またね、他のキャンペーンとも併用できるということで、こちら両方とも利用すると1滞在で多分4000ポイントとか獲得することができるので、まあ、これね、結構いいんじゃないかななんていうふうに思いますね。またね、ヒルトンホテルは新規開業ホテルね、先日もまた発表されまして、まあ、順番でいくとですね、2022年にヒルトン広島、またね、ダブルツリーバイ富山、で、ガーデンイン京都、で、2023年にヒルトン宮古島、ヒルトン横浜、で、2024年に、ダブルツリー大阪城、あと京都ですね。こちらが先日発表がありましたね。で、またですね、ウォルドーフアストリア大阪が2025年。で、2026年には、ウォルドーフアストリアの日本橋。またね、コンラット名古屋とかもね、こちら開業予定がね、控えているっていう風になりますんで、ヒルトンホテルね、ちょっとマリオットホテルのね、ホテル数に比べると、ヒルトンホテルって本当に何分の 1? マリオットって確か90何ホテルとか今あるんですよね。ですんで、4分の1ぐらいしかね、多分ないと思うんですけども、でもね、本当にどん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 ね、開業予定発表されていっておりますので、かなりね、勢いがあって楽しみですよね。またね、ガーデンイン京都であったり、ウォルドーフアストリア、こちらね、日本にはね、今のところないブランドっていう風になりますんで、まあ、ここら辺がね、どんな感じのホテルなのかっていうのもね、かなり楽しみですよね。またね、ウォルドーフアストリアに関しては、LXR6 京都ありますよね。まあ、あちらが今ね、日本にあるこのヒルトンホテルブランドの中で最上級のね、ホテルブランドになるわけなんですけども、このウォルドーフアストリアっていうのは、さらにね、もう一個上のホテルっていう風になりますんでね。いやね、本当に楽しみですよね。ということで今回の動画はね、ちょっと簡単にはなりましたけども、こんな感じでね、終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。